山口敏太郎です。ですね、このコーナー新しく作ったコーナーでして、まあ、自分が読んでるいろんな本で面白い本をぜひ皆さんにお勧めしようと、そういった趣旨で、今回から始めたいと思います。山口敏太郎の、読書生活みたいなタイトルで始めたいと思います。1冊目はですね、2月に、行われました船井幸雄先生のお別れ会にて、まあ、増上寺で開催されたんですが、配布されました、船井先生のご本ですね、未来への言霊という本です。まあ、結果的にこれ船井先生の、まあ、最後の作品ということになってしまったんですが、非常に僕は勉強になりました。経営者ってなんでこんな苦しいんだろうって、よく友達と飲んでる経営者の友達と飲んでる時によく話をするんですが、それが経営者にとっての、試練であって勉強であるみたいなことを書かれております。それで私はですね、よく、まあ、いろんな人に、友人の小倉治とかにですね、責任者とかトップは笑ってないといけないと言われてるんですが、私はまだまだ未熟な人間なんで、どうしても例えば、お仕事をやった、その分の入金がですね遅れて焦げ付きそうだという場合とかですね、どうやってこれみんなにお金を払ってあげようとかですね、悩んでしまうわけですね。金策に悩み、それでまあ売掛金の焦げ付きに悩みという、不良債権に常に悩むわけですね。あの仕事をやったけども払ってくれなかったら、どうやってみんなに、協力してくれたみんなにお金を払おうかなと、まあ金策で悩むんですけども、やっぱりそういう時でも笑ってないといけないなというふうには小倉治氏にはよく言われました。ただ私はまだまだ未熟なんでできなかったんですが、船井先生もですね、やっぱりニコニコ笑ってることが、新しいビジネス、ビジネスの前向きに進むことを表すというふうなことを、書いてらっしゃいますね。で、あと面白かったのはですね、やっぱり嫉妬の遺伝子をオフにできない日本人だけだという話ですね。嫉妬の気持ちをオフにして、本当に、いいことはいい、良かったことは良かったと言ってあげるのは日本人だけだと。で、日本人が世界のリーダーとして、頑張っていきなさいという、こういう船井幸雄先生の最後の言葉というのが非常に胸にしみ入りました。で、やっぱりトップで 99% 決まるというところとかですね、やっぱり何て言うんでしょうね、月がある人と付き合って月を呼び込もうとかですね、でやっぱり素直であるという、謙虚で素直に生きるのが経営者として成功する秘訣だという、どうしてもね、深刻に考えちゃったり真面目に悩んだりするんですけど、まだまだ僕は修が足りませんね。この未来への言霊、徳間書店から出ておりますね、船井幸雄先生の未来の言霊、この世の答えはすでにあると、最後に船井幸雄さんが最後にどうしても伝えたかったこと、船井先生、やっぱり天国ではどんなふうに思ってらっしゃるんでしょうかね。いろいろ書いてますよこれ。なんかね、やっぱアベノミクスに関しての不信感みたいなものがありますし、エゴからエヴァへとかですね、まあ、この世の仕事はカルマの解消なのかとかですね、だからね、他人のいいところを認めて、自分も素直に笑顔でいい企業をやっていこうと、そんな風に、書かれてますね。だから僕はそれは非常にいい感じなのかなと。僕もちゃんとした経営者になるために頑張んなさいよと。まあ47歳ですけども、まだまだ若造です。でも20代30代の僕についてきてくれた若い衆をどうにか仕事を与えて、仕事をやってもらって、そして成長してもらう、そういうことをやるのが僕の社長としての役目だと思っていますので、頑張っておる次第です。芸能部も人が増えてきました。それでも我が社はですね、一生懸命頑張っていきたいと思います。船井幸雄先生の言葉を胸に刻んで頑張れればなと思っています。これは、おすすめ。特に経営者の方、40代50代の会社の幹部になっている方、ね、管理職以上の方は読んでみれば何かヒントが得られるんじゃないでしょうか。